赤坂天皇山古墳は奈良県桜井市倉橋にある古墳。形状は宝墳。赤坂天皇山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。第32代須春天皇のまみささぎに否定する説がある。塔の峰から北西に伸びる尾根の先端に築かれた大宝墳。本古墳は墳丘や石室、石棺の実測調が行われているが、 発掘調査が実施されていないために出土品は明らかでなく、石棺内部も洞窟によって、遺物も残されていないが、石室構造や石棺の形式などから、築造時期は6世紀末から7世紀初頭と見られている。1954年12月25日に国の史跡に指定された。近年には、詳細な測量調査、 石室三次元計測調査が実施されている。赤坂天皇山古墳の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成。墳球は三段蓄成。墳形は方形であるが、北辺約50.5メートル、南辺約43.2メートル、東辺約46.5メートル、西辺約47メートルを測り、北から南にすぼまる形をとる。 頂上部は一辺10メートル前後の平坦地となっている。各段の斜面には付近紙が施されているが、埴輪は知られていない。石室原室中央に栗抜き式形石管。主体部は南に開口する両袖式の横穴式石室である。全長15.3メートル以上。原室は幅約3から3.2メートル。高さ4.2メートル以上を測る。 奥壁は高さ2メートルを超える巨石とさらに1メートル前後の巨石2枚を用いた三段石になっている。左右の壁も三段積みを基本に、その隙間に小石を入れている。沿道の長さ8.5メートル、幅1.8メートル、高さ約2メートル、原門石以外は1メートル前後の加工岩を使用している。石室は加工岩の自然石で構成され、 原質壁面には持ち送りが見られる。床面に歴史石が敷かれ、沿道入り口には閉塞石が残存している。原質中央には二条山さんの白色業界岩。長さ約2.4メートル、幅約1.7メートル、高さ1.1メートルあって、蓋には前後1体、超側面に2体に縄掛け突起が屋根の斜面の上部に水平につけられている。 石棺の南小口部には、中央やや左寄りに蓋から身にかけて一辺48センチメートルの方形の掘り込みを設け、さらにその内側に小窓を開けている。沿道に面した身の上辺には、方形昇降がうがたれている。石室は早くから開口しており、出土遺物は知られていない。日本初期に、須春天皇は暗殺された後に、倉橋の地に葬られたと記されており、 この地域で作られた古墳で該当するものは赤坂天皇山古墳以外には見当たらないため明治時代に南西に 1.7km ほど離れたところにある現在の倉橋の岡上寮に自情されるまでは本古墳がス春天皇陵に犠せられていた歴史学者、考古学者の間では今なお本古墳がス春天皇陵として有力視されている 古墳が所在する、同じおねじょうには、横穴式石室を持つ古墳があり、群衆墳を形成している。また、大原川を挟んで対岸の北方1キロメートル、おっさか地内の戸釜山には、除名天皇押し坂内領事上の壇の塚古墳、京城王母、大友王女母が、東方の大原川上流部の大原地内には、胸坂古墳、腰塚古墳がある。ありがとうございます。